建前と褒めというものがみんなも大人になればわかることなんじゃが今から少しだけとある人間の建前と褒めを全開にしてやる。そうじゃな、適当に選ぼう。こいつじゃ、そもそも東宝っていう音楽をやっているのか。さてさて、一体どんなことを考えておるのかの。YouTube の手巻きつけた動画で知ってくれた出会いだって素敵。私はその曲アップしてないけど聞いてくれてるだけでも嬉しい。待てよ、とは言ったものの天才動画は俺のじゃないわけだよな。コースで一段公式のやつが無理よな。マジ笑えない。どこか集めてくれてんの最高。でも在庫なくてごめんって。何最近買ったの。え、3倍の値段で同じ CD を。っていうかお前のコスピー先輩や出会い系サイト。しっかり東方実は良くないよ。そらし自分で買って住所どっせん。絶叫一体これこそ人間の時代。決したできない自然体だ。しかし天才中継さま本音がぐれ止まらない背中の扉。目立ちたがりだったのはあなたか私か。誰にも見せられない真の姿。限界近く作りたことまさえも建前。話は聞かせてもらったぜアームさん。僕なんか作った曲累計で10億再生くらいされてるよ。もうしょうがない。これは諦めるっすか。そんな山見つけたら抵抗するけどね。拳でハームさん。本音がくれ止まらない背中の扉。目立ちたがりだったのはあなたか私か。誰にも見せられない真の姿。限界近く来るとる。こんなお参考にならず関わりだけ損じゃ。変えた変えた。 CD をセキュートで聞いてくれてるよ。このみんなは早く寝るのじゃ。わかったな。東方法、もう東方はゴリゴリやよ。